天神川は、向こう側水系天王寺川の支流で、兵庫県宝塚市中部と伊丹市北西部を流れる二級河川。天神川を、中国道付近より、小木の方面を望む、中山の宝塚市立宝塚市立、中山五月大小学校北に源を発し、南進する。源流周辺はかつては里山であったが、昭和40年代になって、宅地開発が行われ、 傾斜地ながら、現在は宅地になっているため、コンクリート三面張りの護岸がなされ、一部暗渠化されている部分がある。宝塚市立、中山五月台中学校南辺りから深い谷の自然地形となり、右岸に、県営宝塚中筋団地を見る辺りから平野部に入る。名の由来となった天馬神社の脇を通り、阪急宝塚線、国道176号を抜ける。 この辺りから天井側となり、JR 宝塚線と交差する。右岸に大阪芸術大学短期大学部伊丹キャンパスの建物が現れた地点から伊丹市に入り、中国自動車道、国道176号バイパスと交差し南進する。付近は植木の栽培が盛んで、左岸の宝塚市、山本だけで約500軒に上る園芸農家や造園会社がある。 伊丹市小屋池公園北西端で直角に折れ曲がり、道公園北平をなぞりながら精神し、兵庫県道42号天長崎宝塚線と交差する天神橋の東隣、伊丹市西の山頂目付近で天皇寺川と合流する。1175年に泉高千つくねによって記された行記念符に年代は記されていないが、業績の一つとして、 今陽上溝朝鮮200条、広氏六尺、新四尺、在二摂津国家米軍山本里一の記述がある。同文献には、別校で731年、行期64歳の時摂津国家は米軍、山本村にいましたと記されている。この時、行期の指導により、今陽地が掘削されているので、この溝とあるのが、同じ時に、同意形への取水のため改作された。 現在の天神川で1200畳の流路地。仮に、この推測が事実とすれば、記録に残っておりかつ現存する溶水路としては、天皇寺川と並んで国内最古となる。なお、名の由来となった天馬神社の境内に鎮座する大きな石には、行基が杖で投げ飛ばしたという行基の投げ石の伝説がある。かつてこの川からは良質のセンサが取れており、 名の由来となった天馬神社、及びここと、同じ区付近の陳寺として信仰されている松尾神社の境内にまかれたほか、古くから園芸用土に用いられていた。天正年間に山本僧の僧児で、豊臣秀吉の家臣となった坂上よりは、隠居後に山本全太夫と名を改め、現在の宝塚市山本に陰性し熱心に園芸樹木の育種改良を行い、 つぎきを技術的に完成させた。ボタンと尺薬をつぎきした盆栽を、かつての主人秀吉に献上したところ大変喜ばれ、季節多有の称号を得た。その後同地の園芸業はますます発展を遂げ、明治以降同地が日本三大植木産地の一つに数えられるまでに至った。現在は上流の宅地開発によりその面影すらないが、盆栽など園芸用の良質のセンサー、 天人戦ンにその名を止めている。1897年、当時の半角鉄道の川西池田宝塚間が開業した折、同鉄道はこの川をトンネルで抜けていた。このトンネルは同鉄道を引き継いだ国鉄福知山線が複線化された1980年まで使用されたが、現在は埋められて見ることはできない。ただし、1944年に、 道線中山寺駅から同駅東方に位置した陸軍の軍事施設へ敷かれた軍用側線も同様にこの川をトンネルで抜けた。道線は翌年廃線となり、線路跡は生活道路となったがトンネルは現在もそのまま残っている。伊丹市内にある天神川の下を通るトンネル1961年6月27日。 昭和36年梅前線豪雨で支流の天皇、寺川と共に堤防が決壊し、伊丹市域一帯の約500個が床上、床下浸水した。源流付近が宅地になっており、流域も宅地化が進んでいるため、都市河川ほどひどくはないが、必ずしも水質は良いとは言えない。しかし、平野部に入ったあたりから、伊丹市立高野池小学校付近までは数こそ、 少ないものの平家ボタルが見られる。道光では増殖にも取り組んでいる。流域の宅地化が進んでいるのと、堤防結界の過去を踏まえ上流には砂防ダムが数多く見られる。ありがとうございます。